まさか破れるとはな。お主の強さ、しかとこの目に焼き付けたぞ。わしの目を開いてくれた五十郎影綱は、この守護霊の最地で伊達を支えてくれた。五十郎は病に倒れたが、重長は継ぐにはまだ若い。今はわしが背負い、見守らねばなるまい。重長も小十郎の子、いずれ告げるようになろう。